こんにちは、高峰です。今日はね、ふくらはぎを鍛えるカーフレイズのやり方を紹介していきます。こういう風にね、ステップ台を用意するといいです。階段でやってもいいです。で、ちょっとバランスが崩れるんで、何か持つものがあると一番いいでしょう。片方の足の親指の付け根のところをちょうど段差のところに当てていきます。そして片方の足にもう片方の足をくっつけてもらって、しっかりとふくらはぎが伸びきってから上にグッと上げていきます。伸びきってグッと上げます。この下まで伸びきらせるということが重要ですね。伸びきったらグッと縮めていく。最大限に伸びきらせて最大限に縮める。これがポイントです。最初はね、両足でやってもらってもいいです。伸びきらせて収縮させる。これでも十分効きますが、負荷が足りなくなってきたら片足でやるように。で、さらにダンベルを持ってやるともっと負荷がかかります。スピードを上げてもらうとさらに効きます。素早く、これは運動が久しぶりやる人っていうのがやると結構次の日筋肉痛になりますんで気をつけてください。以上です。